またスマホですか。2人でいるときくらいスマホ触らないでよ。ねえねえ、ちょっと聞いてるの？うんとか言って、あの子じゃないの？アンナって誰？私が聞いてるの。あなたが毎日毎日 LINE してるアンナちゃんって子。スマホ見ちゃった。ごめん。不安だったからつい見ちゃった。勝手に携帯見たのはごめん。でもあなたも謝んなきゃいけないことあるんじゃないの？じゃあ、アンナって誰？それってどういう関係？うん、どうせエッチとかしたんじゃないの？男女の友情とか言って綺麗事言うんじゃないの？最近私とエッチしてくれないの？その子とたくさんエッチしてるからなんじゃない？やっと言ってくれたね。ずっとその言葉聞きたかったんだよ。じゃあさ、確かめてもいい？あなたが私のこと本当に好きかどうか。言葉だけじゃ分かんないでしょ？